平田孝一11月9日体は、日本の政治家、実業家。財務副大臣、経済産業大臣政務官、衆議院議員、参議院議員を歴任。四日市支店が、スカ生まで実業家だった父の方針で、特別教育を受けるために、公立の四日市市立富ミ原小学校ではなく、市立小学校の赤月小学校、 赤月中学校で学び、三重県立四日市高等学校を経て、慶応義塾大学経済学部を卒業。石膏ボードメーカーの千代田建材工業に入社して、1988年から1995年まで、同社の社長を務める。その間に、同社は千代田を手に社名を変更して、1990年に店頭市場に登録した。 四日市市と水原町のパラダイスコープと中華食堂のオーナーであったが廃業した。1995年の第17回参議院議員通常選挙に無所属で立候補して初当選。後に自由民主党に入党。人気途中の2000年に議員辞職して第42回衆議院議員総選挙に倉替え出馬するが落選する。2003年の 第43回衆議院議員選挙に、三重三区から立候補して、民主党の岡田克也に敗れたが、自民党の比例優遇策で、比例東海ブロックで復活して初当選する。第2次、小泉改造内閣と、第3次、小泉内閣で、経済産業大臣政務官を務める。2005年の第44回衆議院議員総選挙にて、比例復活により2期目の当選をする。 2006年10月に自民党内閣部会にて部会長に就任する。2008年8月に福田康夫改造内閣で財務副大臣に就任して、同年9月に麻生内閣でも財務副大臣に再任される。比例名簿の優遇策がなくなり、2009年の第45回衆議院議員総選挙において、三重三区で岡田に大差で敗れて、 比例復活もできずに落選。2010年7月の第22回参議院議員、通常選挙で比例区に自民党から出馬したが落選。同月25日に支援者との会合にて、政界引退を発表した。2009年3月、市場外取引にて、千代田ウて株を市場価格の倍近い6億円で、平田が9割を出資する、石油製品販売会社、ゼロシステムに、 売却国務大臣、副大臣及び大臣政務官規範に定職することから財務副大臣を辞任。平田は売買の経緯について事前に内閣府に官房長官宛ての届けを出した。株式の信託はゼロシステムから売ってくれと言われていたのでできなかったと説明した。ただ内閣官房内閣総務官室では 自粛が明示されているので決まりはないと説明している。ありがとうございます。